ああ、まずいよまずいよまずいよ、劣人種の問題じゃなかったか、これじゃ調べられないよ。すんごい大口叩いちゃった。パパ、なんとか言ってよ。このままじゃ私面目丸つぶれだよ。ブリブリ、私も最初は同じことを考えたんだ。でも劣人種とゴザトスは互換性がないから中心構造の衝突は起きないんだよね。他に干渉できそうなものは吸域にはないし、うん、あなたたちいつからここに。このぬいぐるみパッパっていうの？話してたよね。え、パッパ、何のことかな。聞き間違いだよ。大体の見当はついてるんだ。今からキギュク様に確認してくる。ずっと不思議に思っていたのだけど、吸域に不時着した時かなりの衝撃を受けたはずよね。どうやって無傷でいられたの？ただの確率論です。パロッティ様、このことわざは知っていますか？ん？何？家福はあざなえる縄のごとし。なるほど、あなたも吸域も運に味方されてるのね。